セルゲイ・アレクサンダードットの彫刻ヒンメルス・ブルーメンの画像をドイツの著作権法における風景の自由規定に基づいて公開2003年ベルリン・グライスドライエック駅南アフリカの法律では風景の自由は存在しない著作権法を厳格に解釈するとこの像のように著作権のあるオブジェは検閲で排除されることとなる風景の自由または パノラマの自由とは、公共の場所に設置されている建物、彫刻作品や、その他の芸術作品について、その著作権を侵害することなく、撮影した写真や動画、または、作成したその他の画像を公開することを認める、様々な国における、著作権法の規定である。風景の自由の放棄や判例は、著作権者が、そのような画像の作成者や反布者に対して、 訴訟を提起する権利を制限する。これは、著作権者が二次的著作物の作成と反復の独占的権利を有する通常の規則の例外となる。風景の自由の語源はドイツ語のパノラマフレーハイトに由来する。数多くの国においては、公共の場所の風景や、そこから撮影された風景の写真の利用を明示的に許可するため、同様の規定により著作権法の範囲を 制限している。また、規定が存在する国であっても、風景の自由の解釈が大きく異なる国も存在する。商用目的での利用における、全世界の風景の自由の状況商用目的での利用における、欧州の風景の自由の状況建物外観、芸術作品、建物内部含め、OK 建物外観、芸術作品は OK、建物内部は、 NG 建物外観のみ、OKNG、OK、建物外観、芸術作品は OK、建物内部は一部 OK 確定していない、または不明欧州連合においては、情報社会指令で加盟国が、著作権法に風景の自由を盛り込むことを可能にしているが、規定することまでは要求していない。2015年、ドイツの元欧州議会議員であるユリアレダは、風景の自由を、 欧州連合のすべての国に適用する提案を行った。彼女はこの著作権の例外規定により建物やパブリックアートを含む公共の場所での画像を自由に共有できるようになり、経験や思ったことを送ったり共有すること、旅の体験を保存し、これからの世代のために収集して整理することが可能になると主張を行った。これに対し、 フランスの元欧州議会議員のジャンマリー・カバダは提案内容を批判し欧州連合諸国のすべての風景の自由条項を非商用目的での使用に制限する代替案を提案した。カバダは商業利用目的での風景の自由の適用はウィキメディアやフェイスブックのような団体が作者へ対価を支払うことなく作品が商用利用されることを許可し建築 芸術作品の作者の権利侵害となると主張した。さらにカバダの事務所は、気象用目的での風景の自由は、インターネットの自由への影響はないばかりか、Facebook、Instagram や f l i c k r といった、プラットフォーマーが、作者に公平な報酬を与えることを保証すると、付け加えた。このカバダの主張に対して批判が高まり、デジタル権利活動家による、ハッシュタグセーブファップを利用した。 オンラインでの反対運動は開始から2週間以内で46万人以上からの署名が集まるほどとなった。7月9日、欧州議会の本会議で両提案ともに却下となり、欧州連合全体での風景の自由の状況はそのまま維持されることとなった。ベルギーアトミウム2006年撮影2016年以前はこの画像を商業的に複製することは違法であった。 ベルギーでは2016年6月27日に経済法に新たな規定が追加となり風景の自由が導入された。クシー192一度により公共の場所に高級的に設置されている建築芸術、資格芸術、グラフィックアートワークの作者は著作物をそのまま複製し送信することについて それらの行為が作品が普段通り利用されることに影響せず、作者の正当な利益を不当に害しない限りその複製と公衆送信を制限できないと規定され、2016年7月15日に施行された。規定の発行以降は、ブリュッセルの有名なランドマーク、アトミウムの写真を撮影し、ソーシャルメディアで家族や友人と共有するなど、 作品の著作権者からの訴訟を提起される心配なく、目的を問わず自由に配布することが可能となった。デンマークデンマークの著作権法の第24条では、気象用目的での公共の場所にある芸術作品の絵画での複製を認めている。第24条は、建物の絵画での複製は自由であるとしている。検閲された人魚姫の像の画像デンマークでは、 建築以外の作品における完全な風景の自由を認めていない。エドバルド・エリクセンの彫刻である人魚姫の像は2030年まで著作権の保護下にあり、エリクセン家は著作権侵害の訴えを起こすことが知られている。いくつかのデンマークの新聞社は、エリクセン家に彫刻の画像使用の許諾を得なかったとし、罰金を命じられた。デンマークではメディアでの画像利用は、 商業目的であると考えられている。罰金を課された新聞社の一つ、ベアリングス家の写真編集者、セイアン・ロランスンは、かつて私たちは利用許諾を求めることなく使用した。私には人魚姫の像のような国宝の写真の使用が著作権法の例外にならないことを素直には受け入れ、固いが著作権法違反であることは確かだ。と嘆いた。 彫刻家の孫娘にあたるアリス・エリクセンは、この制限は、国の法律に準拠しているものであると述べ、権利を擁護した。さらに、曲が演奏された時に印税を受け取るのと同じだ。と付け加えた。フランス完全な風景の自由を認めていないため、ルーブルピラミッドを映した、この画像は検閲された。 2016年10月7日よりフランス知的財産法典のダイエル122条5には建築と彫刻作品について制限された風景の自由が規定されている。この条項は商業的性格での利用方法を除く公共の場所に高級的に設置された自然人による建築と彫刻作品の複製及び描写を許可している。過去のフランスの議員や政治家は 風景の自由の導入に消極的であった。2011年に元国民議会のパトリック・ブローシュは風景の自由をウィキペディア修正案だと批判した。様々なフランスの現代建築は著作権で保護されており、建築家または建築家が財産権を譲渡したものの許諾を得ずに写真家、映画制作者、グラフィックアーティスト、その他の第三者が 商業的な複製を行うと著作権侵害の可能性がある。1990年、グランダル氏とラジェオードをメインの題材として無許可で作られたポストカードが著作権侵害に当たると、それぞれの裁判所より判決が下された。著作権で保護されている主要なモニュメンタル建築物としては、ルーブルピラミッド、オペラ・バスティーユ、フランス国立図書館の新館がある。 ただし、フランス法学では、描かれている主題の従属的な要素として、複製されている場合には、著作権を侵害しないと考えられている。2005年、リオンのテロー広場のポストカードにおける裁判では、フランス派遣員は、ポストカードにおける広場の現代芸術作品は、従属的に含まれているものとする、下級裁判所の判断を指示し、作品は、 広場周辺のパブリックドメインの建築と調和しており、広場そのものは、その芸術作品の主題からすれば、重要さは二次的なものだと述べた。コンプレニャックのコミューンにある教会の画像、遠くの背景に、美容鏡が見える。ノーマン・フォスターの建築した美容鏡にかかるすべての、財産権の独占的受益者であるシーベムは、専門的、かつ、または、 商業的な橋の画像の利用においては、ウェブサイト上にて、事前に CBEM の特別許可を得ることを条件として、明示している。加えて、CBEM は、未応橋の画像をポストカードなどの記念品として、配布する唯一の権利を有している。ただし、指摘、かつ、または、非商用な画像の利用については、CBEM は許容している。また、橋が、背景に映り込んでいる。 画像の主要な被写体ではない風景画像についても、許諾の義務と報酬の支払いを免除される。ドイツ風景の自由は、ドイツの著作権及び著作隣接権に関する法律の第59条で規定されている。公共の道路、街路、または広場に、高級的に設置されている作品を、絵画、グラフィック作品、写真や映画により複製、配布及び公然と展示することは、 認められる。建築物の場合、外観にのみ適用される。建築物として複製することは認められない。著作権及び著作隣接権に関する法律第59条 EU 法による訴訟としては、オーストリアの建物の写真を使用したドイツ企業に、対してフリーデンスライヒ・フンデルトバッサーが勝訴した、フンデルトバッサー判決がある。ハンガリー・ハンガリー著作権法の 第68条は屋外や公共の場所に高級的に設置された純粋美術、建築や応用美術の作品の外観を権利者への同意や報酬を支払うことなく使用できると規定している。イタリアイタリアでは風景の自由は存在しない。多くの公式な抗議や弁護士のグイードスコルツァとこの問題を浮き彫りにしたジャーナリストのルカス・スピネッリが主導した。 全国的なイニシアティブにもかかわらず、イタリアの古い著作権法に従い、公共の場所の写真の複製は未だ禁止されている。2004年に制定されたコディチアーバニと呼ばれる法律は、商業目的での文化財の写真の公開について規定され、芸術と文化遺産を監督する省庁の地方支部である文化財監督局の許可を得ることが義務付けられている。ポーランドカトビツエにある 多目的アリーナ複合施設スポデクポーランドでは著作権及び著作隣接権法の第33条によって十分な風景の自由が保障されている。この条文は一般的にアクセス可能な道路、通り、広場または庭園に高級的に展示されている作品を配布利用することは許容される。ただし同じ用途での使用は認められない。と規定している。 この配布には、商用のテレビゲームやアプリを含む、あらゆるメディアにおいて写真、または写実的な視覚表現で使用することが含まれる。オフィスビル、ショッピングモール、橋などの作品の写真を配布することは、作品が制作された本来の目的と異なるため、ポーランドの著作権法において許容される行為である。ルーマニアルーマニアには、完全な風景の自由は存在せず、 非商業目的に制限されている。著作権法第35条に基づき、公共の場所にある建築、彫刻、写真、応用美術作品は、作品の複製の制作が目的でなく、複製の商用利用を行わない限り、複製、配布及び送信が許される。巨大な議事堂宮殿の建築家であるアンカペトレスクの相続人は、 この象徴的な建物をイメージした画像や、その他のスーベニールを販売したとして、ルーマニアの議会を提訴した。この著作権侵害の裁判は進行中である。スロベニアスロベニアの著作権及び著作隣接権法の第55条は、公園、通り、広場、または一般的にアクセス可能な場所に、高級的に設置されている作品は自由に利用できる、としているが、 営利目的で利用する場合は適用されない。また実際は、著作権で保護された建物や像などのオブジェは、指摘利用の撮影でのみ、作者の許可がなく利用可能であり、観光ポータルや新聞で画像を利用することは禁止される。スペインスペインの著作権法は、第35条に、公園、通り、広場、その他の公共の主要道路に、 高級的に設置されている作品は絵画、描画、写真、または視聴覚的方法によって自由に複製、配布、伝達することができる。と風景の自由を規定している。スウェーデン2016年4月4日、スウェーデン最高裁判所は、ウィキメディアスウェーデンが一般市民がアップロードしたスウェーデン国内のパブリックアート作品の画像を含むウェブサイト、及び データベースを作成したことでパブリックアート作品の作者の著作権を侵害したとの判決を下した。スウェーデンの著作権法はパブリックアート作品の描写を許可するという作品の著作権者の独占的権利の例外を含んでいる。スウェーデン最高裁判所はこの著作権の例外について制限的に解釈することを決めた。裁判所はデータベースについては その運営者とアクセスする両方の人にとって商業的価値はさまつなものであると判断し、そしてこの価値はデータベースの運営者に商業的目的が実際にあるかどうかとは無関係に芸術作品の作者のために確保されるべきであるとした。この訴訟は下級裁判所へ差し戻され、ウィキメディアスウェーデンが代表アーティストの代理として 訴訟を提起した集団的権利の管理機関である、ビルカンストアップフィブスレットアイスベリーエへと支払う、損害賠償額が決定された。レフルードネフが建築したモスクワ州立大学本館。2014年、ロシアに風景の自由が導入され、著作権法に従った利用が可能となった。旧ソビエト連邦諸国のほとんどの国は完全な風景の自由を認めていない。 特にカザフスタンの著作権法第21条では建築、写真や美術作品の利用を認めているが、それらの作品が画像の主題となる場合、商業的な利用はできない。ウクライナの著作権法はより限定的であり、情報や時事問題の目的及びパロディのようなフェアユースの例外のみを認めている。例外としては、近年著作権法が改正された3カ国である。 まず2010年の7月のモルドバにおいて主題の法律が EU 基準に似たものとなった。続いてアルメニアが2013年4月にアルメニアの著作権法を更新した。2014年10月1日から風景の自由が部分的にロシアで取り入れられた。この日より公共の場所から見ることのできる建物や庭園の画像は自由に利用できるようになったが、 彫刻などの他の作品の利用は認められていない。デンマークの建築家、ヨーン・ウッツソンが設計したシドニー・オペラ・ハウス・オーストラリアでは、風景の自由が1968年のオーストラリア著作権法の第65条から第68条に規定され、第65条では作品の著作権公共の場所、または一般開放された敷地内に設置され、 それが一時的でない限りは絵画、描画、彫刻や写真の作成、または映画やテレビ放送にそれらが含まれても侵害とならないと定められた。これは第10条で定義される芸術作品つまり芸術的な職人技の作品にも適用される。ただしストリートアートは著作権で保護されている場合がある。 法第66条は建物と建築モデルについての写真及び描写の著作権侵害の例外を規定している。ブラジルの風景の自由はブラジルの著作権法第48条に規定され、公共の場所に高級的に設置されている作品は絵画、描画、写真や視聴覚的な方法により自由に表現できる。と述べられている。著作権法の 第32条2には次のように記載されている。これらは著作権侵害にならない。著作権法第32条にまた、著作権法は、写真の背景に別の作品が偶然映り込んだことについて個別に定めている。偶然かつ故意でない他の作品の映った写真は著作権を侵害しない。沈騰市の十四広場にある五月の風の彫刻中国の著作権法。 第24条では十分な風景の自由を規定している。つまり、公共の場所に設置、または展示された絵画、写真や動画の芸術作品を作品の作者名とタイトルを記載することを条件とし、著作権者への許可や支払いを必要とせずに利用できる。一国二制度に関連する規定のため、前述の例外規定は、香港とマカオには適用されない。 香港及びマカオ香港の著作権条例の第71条では公共の場所または一般開放された敷地内に高級的に設置されたものの彫刻や芸術的な工芸作品としての再現は認められており建物を描画、絵画、写真、映画、放送及びこれに類する表現で複製したとみなされるものは著作権を侵害しないとされている。 1999年8月16日のマカワ法令第 43-99-M5 の第61条に規定される著作権及び著作隣接権制度は公共の場所に設置された芸術作品の写真、動画及び映画表現の利用を認めている。今後民主共和国の風景の自由は著作権法で大きく制限されている。 第28条は建築物の写真撮影、動画撮影、テレビ放送を認めるが、それらは新聞、機関紙、学校教科書での利用だけが合法となる。第29条は公共の場所に高級的に設置されているフィギュラティブな作品について映画やテレビ番組を通じた表現のみを許可している。アイスランドの著作権法では、 完全な風景の自由は認められていない。第16条は、建物と屋外のパブリックアート作品の写真撮影とその画像の展示を認めているが、これらの作品が画像の主題となったものを商業的に利用する場合は、建物とパブリックアート作品の作者は、報酬を受ける権利が与えられる。ただし、利用者が新聞社もしくはテレビ局の場合には、 そのような支払いを必要としない。インドでの風景の自由は、インドの著作権法の第52条 SU に規定されている。第52条のとはどちらも、描写、絵画、彫刻及び写真を通した、建築物、彫刻、芸術的な工芸作品の描写に対して適用され、とは、あらゆる種類の芸術作品が映画に含まれる場合に適用される。これらの規定は、 作品が公共の場所もしくは一般の人がアクセス可能なあらゆる施設に高級的に設置されている場合に適用される。は、公共の場所にない作品が偶発的に含まれた場合の規定となる。インドネシアの著作権法では一部に類似する規定はあるものの風景の自由について具体的な規定はない。第15条は建築物や彫刻の所有者に対し、 作品集やカタログの出版などの形態を問わず、一般公開をする権利の付与について定めている。第43条は、情報技術及び通信手段を利用した著作物の送信について、その配布方法が商業的でない、かつ、または作者もしくは関係当事者にとって有益であることを条件として規定している。イスラエルの風景の自由は、 2007年の著作権法の第23条に規定され、建築物、彫刻及び応用美術の作品が公共の場所に恒久的に設置されている場合には、描画、スケッチ、写真及び放送を通じて、視覚的に表現することが認められている。日本の著作権法では、屋外の芸術作品についての制限された風景の 自由と建物についての完全な風景の自由を規定している。著作権法の第46条は4つの例外条件を除いて屋外に高級的に設置された芸術作品と建築作品のあらゆる目的での複製の利用を認めている。例外条件の一つは芸術作品の複製がその複製を販売する目的で行われ、また それらの複製を販売する場合である。第48条では、そのような作品の画像の利用者に対して、一般的な観光に従い、出展を明示することを義務付けている。この法のもとに保護される建築作品には、明確な美的、創造物の特性を備えたものだけが含まれると、述べられた2003年の大阪地方裁判所の判決に注意することが重要である。また、 大阪府水田市にある太陽の塔は建築作品ではなく芸術作品として分類しなければならないという法解釈もある。つまり、たとえ日本の建物に対して完全な風景の自由があったとしても、このランドマークの画像は商業的利用はできない。1987年著作権法の第13条に基づき、以下は法の管理する権利には含まれない。 一般の人が見ることができる場所に設置されたあらゆる芸術作品の映画、または放送への掲載一般の人が見ることができる場所に恒久的に設置されたあらゆる芸術作品の複製、またはハ布、1987年著作権法第13条、芸術作品は第3条で建築作品、建築モデル、彫刻、 グラフィック作品を及び芸術的な工芸作品を含むと定義されているが、レイアウトデザインは明確に除外されている。メキシコの著作権法では、第148条に風景の自由を規定している。第148条、公開済みの文芸作品は、経済的権利を持つ者の同意や、報酬の必要なく以下の場合の利用が認められる。ただし、 作品の通常の利用に悪影響を与えてはならない。また、出展を必ず明示し、作品の改変を行わないことを条件とする。セブン、公共の場所から見ることのできる作品の美容が、絵画、写真や視聴各処理による複製、伝達、または配布モロッコの著作権法には完全な風景の自由を認めていない。第二十条の関連規定では、 公に開かれた場所に、高級的に設置された、建築物の画像、純粋美術作品、写真作品、応用美術作品については、それが主題として描かれていなければ、再公開、放送、公衆への送信に限り許可されている。それが主題となった場合には、商業的な利用は認められない。1955年12月12日、ラバートコース裁判所は、 建築作品を公共の場所へ建設し、設置すること自体は芸術的な財産権の喪失を意味することはない。と判決を下した。ニュージーランドの著作権法に基づき、彫刻などの特定の作品の写真を無料で共有することは免除されるが、壁画のようなグラフィック作品やストリートアート作品は、たとえ公共の場所にあったとしても免除されない。つまり、 この写真を共有目的や商業目的において自由に撮影するためにはその作者や著作権者の許諾が必要となる。しかし観光客がソーシャルメディアでそのような画像を共有し続け、マーケティング会社が広告の背景要素として著作権で保護されたグラフィック作品を利用していることからも明らかなようにこの制限はほとんど無視されている。 2019年、アーティストのゾウオウィーホールは、ウィットコールズが彼女のウェリントンの壁画の画像をカレンダーに使用していることに怒りを表し、ニュージーランドの同業の壁画家に壁に描くたびに、誰が著作権を有しているかが記載された契約書を作成し、アーティスト名を壁画に記載することを提案した。ナイジェリアの風景の自由は、著作権法の不評に、 著作権管理の例外で規定されており公共の場所で見ることができる芸術作品を複製しコピーを配布できると規定しているフィリピンの著作権法では風景の自由についての具体的な規定はない第184条において文学、科学または芸術作品を時事問題の報道の一部として目的に必要な範囲で写真撮影映画撮影または 放送によって複製や送信することを記述した非常に限られた規定が存在する。2021年2月4日、フィリピン知的財産庁のロエル・バルバ事務局長は知的財産法の改正に風景の自由を盛り込むよう提案した。知的財産法の第184条のもとに風景の自由を定める会員法案第8620号は二千二十年二月三日に バレンズエラ市のエースガッチャリアン大議士により提出された。2021年5月時点、法案は貿易作業委員会で審議中である。シンガポールの著作権法は第63条と第64条により十分な風景の自由を保障している。第63条は公共の場所、または一般に開かれた敷地内に高級的に設置されている彫刻や、 芸術的な工芸作品を扱い、第64条は建物や建築モデルを対象としている。許容される表現は絵画、描画、彫刻、写真、映画撮影及びテレビ放送である。南アフリカの著作権法は風景の自由を認めていない。公共の場所に高級的に設置されている芸術作品については第15条に例外が規定されているものの、 映画フィルム、テレビ放送、拡散サービスへの送信における複製、または掲載に限られる。拡散サービスは第一条で音、映像、符号、または信号で構成され、電線もしくは他の物体により構成された経路を送信し、公衆の特定のメンバーが受信することを目的とする情報通信サービスと定義されている。制限された。 飛翔用の風景の自由によるロッテワールドタワーの検閲された画像風景の自由は大韓民国の著作権法第35条に規定されているが飛翔用目的での利用に制限されている。この規定は次の場合を除いてオープンな場所に高級的に設置されている芸術作品やその他の作品をあらゆる目的で利用可能であるとしている。 1. 1建築物を別の建築物として複製する場合に、彫刻や絵画を別の彫刻や絵画として複製する場合3、オープンな場所に、高級的に設置する目的で複製する場合4、コピーを販売する目的で複製する場合、大韓民国著作権法第35条大韓民国における、風景の自由関連の唯一の訴訟は2008年の、 制作会社による広告での建物の無断使用によるものである。2005年にポマトシ c ーリミテッドが制作したキロバイト国民銀行のテレビ及びインターネット広告の背景要素として建築家民業アームの建築した派収紙にある UV ハウスを使用した。建築家は場所の利用料は徴収したものの著作権使用の許諾は与えていなかった。 広告が公開された後、建築家は、建築作品を無許可で使用されたとし、損害賠償請求を行った。一審のソウル中央地方法院は、広告全体から見た場合、建物の外観の利用の割合は小さく、著作権侵害に当たらないとの判決を下した。2008年11月7日に行われた第二審では、両当事者が賠償金の支払いに合意した。 結局のところ、この訴訟は、第二審の裁定が下ることなく、制作者が、ミンデュアム2000万ウォンを支払うことで和解により、終結した。台北101台湾の著作権法第58条では、風景の自由の例外が規定されており、一般に公開されている屋外で、長期的に展示されている、建築と芸術作品は、あらゆる目的で利用できる。ただし、 芸術作品の複製が純粋にその複製自体の販売を目的としている場合には適用されない。この非商用の制限については、経済部の経済部知的財産局による知的財産権ジャーナルの第192号で明確になった。これによれば、村の家の外壁に描かれた壁画を撮影し、壁画制作者の許可を得ることなく、販売目的のポストカードに利用することは、 第58条に準拠し合法である。法律が禁止しているのは芸術作品を実際に複製し販売する行為である。また、台北101の画像の使用についても同様の説明がなされ、台北101という名称は商標により保護されているものの建物の外観を表現しているだけであれば、販売目的のポストカードに台北101の画像を利用することに、 建築家の許可は必要ではないとした。風景の自由は太陽国の著作権法の第37条から第39条で規定されている。第37条と第38条は公共の場所にある芸術作品と建築物の描画、絵画、建築、彫刻、創像、カービング、リトグラフ、写真撮影、映画撮影及びビデオ配信による表現を 認めている一方、第39条では芸術作品が構成要素となっている作品の絵画的、ビデオグラフィック的な表現を強化している。トルコの著作権法第40条に基づき、行動大通り、広場に高級的に設置されている純粋美術作品は絵画、グラフィック、写真及び公共施設での映写やラジオでの放送。 もしくはそれに類似した理由で利用することができる。建築作品の場合は外観のみ適用される。指的及び芸術的作品に関する法律1951年法5846号第40条ウガンダにおける風景の自由は2006年の著作権及び隣接権法の第15条に公共の場所に 高級的に設置されている建物、または芸術作品を写真、視聴覚作品、またはテレビ放送で複製し、通信することができると規定されている。同法の第二条では、公共の場所は、あらゆる建物や乗り物であって、支払いの有無にかかわらず、一般の人が一定期間入場の権利を与えられ、または、 許可されるものと広く定義されており、映画館、レストランやスポーツ施設、レジャー施設などが含まれる。2002年に制定されたアラブ市長国連邦の著作権法では、風景の自由を認めていない。同様の例外は、放送番組だけに限られる。セクション4の第22条では、作品公開後、その作者は、 第三者が次のいずれかの行為を行うことを禁止してはならない。連邦法2002年第7号、第22条アラブ首長国連邦で保護された作品には、ブルジュアルアラブ、ブルジュ、ハリファ、シェイクダイドグランドモスクなどがある。ウィキメディアの厳しいライセンス規定により、建築家の許可なく投稿された近代建築の画像は2018年の 1> 第1回ウィキ・ラブズ・エミレーツキャンペーンの終わりに削除された。パディントン駅の熊のパディントンゾータインアン員やゲイツヘッドのエンジェル・オブ・ザ・ノース・イギリスの法律では風景の自由はすべての建物に加え公共の場所に高級的に設置されている彫刻をはじめとする立体作品の大部分を対象としている。これは壁画やポスターのような平面作品には 基本的には適用されない。風景の自由により撮影された写真は、どのような方法で公開しても著作権を侵害することはない。1988年の著作権、遺書及び特許法の第62条は、他国で定められた該当する多くの規定よりも広く対応しており、第4条では、あらゆる固定された構造物、もしくは、 建築物や固定された構造物の一部分と定められ、写真家が建物を撮影することを認めている。建物が公共の場所にある必要もなく、建物外観だけに制限もされない。また、公共の場所、または一般に公開されている場所に、高級的に設置されている特定の芸術作品、特に彫刻、建築モデルや、 芸術的な工芸作品の写真撮影も認められる。著作権の標準的な解説書、コピンガスコーン・ジェームズによれば、一般に公開されているという表現は、入場許可や支払いが必要な施設も含まれると推定している。加えて、多くの国で使われる、公共の場所という言葉も広く定められており、屋外に設置された作品への制限はない。 この著作権の特徴として、芸術的な工芸作品とグラフィック作品は別に定められており、第62条の自由は後者へは認められない。グラフィック作品は、第4条で、絵画、描画、ダイアグラム、地図、チャートもしくは図面、あらゆるエングレービング、エッチング、リトグラフ、木版画やこれらに類似した作品と定義されている。そのため、壁画や、 ポスターなどの芸術作品は公共の場所に高級的に設置されていても自由な撮影は認められない。裁判所は芸術的な工芸作品が何を意味するかについて一貫した基準を確立していないが、コピンガーはその制作者が職人かつ芸術家でなければならないと述べている。それには制作者の意思が証拠として関係し、編車 V レストアイルの貴族院での判例では、 制作者が芸術作品を作るという意識的な目的を持つ場合、それは最優先または率先して考慮する事項ではないが関連性があり重要であるとした。作品が純粋美術と表現されるものである必要はない。この裁判では芸術的な工芸作品としてみなされる可能性がある例として手書きのタイル、ステンドグラス、 連鉄製の門や高品質な印刷物、装丁、カトラリー、編み物や製作家具が示された。コピンガーは、この定義に当てはまるものとして、複数の判例を示した上で、さらに、手編みのウールセーター、表面に立体要素を含む高品質な生地、様々な陶器、食器類を挙げている。デザインと芸術家の著作研究会とアートクエストが、 イギリスの風景の自由の詳細情報を提供している。建築作品アメリカ合衆国の著作権法では次の規定がある。建築済みの建築作品の著作権は対象となる建物が公共の場所に位置する、もしくは公共の場所から見える場合、その作品を絵、絵画、写真やその他の絵画的表現として作成、配布、または公開することを妨げない。 合衆国宝典第17編第1章第120条。建築作品は建物を指し、住宅やオフィスビルなど、高級的かつ固定的であることが意図された人が、居住可能な建造物、並びに、教会、美術館、ガゼボ、庭園のパビリオンを含むがこれに限定されない、人が占有するために設計されたその他の、高級的かつ固定的な建造物と定義される。 その他の作品アメリカ合衆国の風景の自由は彫刻などの著作権で保護された他の芸術作品に適用されない。そのような作品の画像を商用目的で利用すると著作権侵害の恐れがある。アメリカ合衆国における公共の芸術作品に関する著作権侵害の注目すべき判決の一つが芸労働対アメリカ合衆国政府裁判である。これは アメリカ合衆国郵便公社が2003年の朝鮮戦争休戦50周年記念切手に朝鮮戦争戦没者慰霊碑の19体の兵士像のうち14体の画像を使用したことが争われた。アスプスはザコラムと呼ばれる芸術作品を制作した彫刻家フランク・ゲイ・ロードから37セント切手に画像を使用する許可を得ていなかった。2006年ゲイ・ロードは アスプスに対し、彼の芸術作品の著作権を侵害したとして、訴訟を提起した。訴訟には、彫刻の写真を制作した写真家で、元海兵隊員のジョンアリが参加した。結局、写真家アリが、その彫刻の写真の今後の販売に対する10%のロイヤリティをゲイロードに支払うことで合意し、アリとの和解に至った。その後、 2008年の連邦請求裁判所の判決において、アスプスの使用はフェアユースに準拠しており、ゲイロードの著作権を侵害していないと判断された。さらに、裁判所は、ザコラムは芸術的建築作品ではなく、建築作品著作権保護法は適用されないと認めた。これに彫刻家側が控訴し、2010年2月25日、連邦巡回控訴裁判所は、 フェアユースに関する先の判決を覆した。アスプスによるザ・コラムの記念切手での画像使用は性質として変形的でなくフェアユースとみなされない。切手の中での芸術作品はかなりの存在感があり、これもフェアユースに合致しない。この画像を使用した切手を4800万枚も販売し1700万ドルを得たことからアスプスの利用は 商用的な目的と考えられると述べた。また、連邦巡回控訴裁判所は、ザコラムは建築物ではないとした先の連邦請求裁判所の判決を指示した。2011年の最新では、連邦請求裁判所は5000ドルの損害賠償を認めた。ゲイロードは損害賠償額を争う訴えを起こし、2012年、控訴裁判所がアスプスの不正な利用における 公正な市場価値を決定するため訴訟を差し戻した。2013年9月20日、連邦請求裁判所は、アスプスからゲイロードに支払われる経済的な損害賠償額として、およそ6800万ドル相当を認めた。ラスベガスのニューヨークニューヨークホテルカジノの画像を、自由の女神のレプリカが、わずかに映っている。アスプスは、また、ゲッティイメージズの提供画像である。 ラスベガスのニューヨークニューヨークホテルカジノにある自由の女神のレプリカ像を切手使用したことでも訴訟に直面した。写真家の貴族表示をする一方で彫刻家のロバート・デビッドソンの貴族表示をしていなかった。2010年12月から2014年1月までにアスプスはレプリカの写真を使用した切手を49億枚販売し21億ドルを売り上げていた。 アスプスは2011年3月に使用された画像はオリジナルの自由の女神像ではないことに気づいたが行動を起こさなかった。デビッドソンは2013年アスプスへ対して訴訟を提起した。裁判所はデビッドソンのレプリカはより現代的で女性的な容姿が特徴であり著作権の対象となる独自性があるとした彼の主張を指示した。アスプスはフェアユースの 目的と使用部分については基準に合わなかったが、デビッドソンが自らの彫刻で利益を得る計画はないと述べたため、使用の効果では基準に適合した。両当事者ともにフェアユースに関する著作物の性質の基準では指示をされなかった。裁判所はアスプスの著作権侵害を認め、デビッドソンに対して支払うべき350万ドルの損害賠償額を決定した。 イタリア生まれのアメリカ人彫刻家、アルトゥーロ・ディ・モディカは、ニューヨークのローアーマンハッタンにあるチャージングブルの著作権の主張を行った。彼は2017年の国際女性デーの前夜に、恐れを知らぬ、少女像とお牛の彫刻を並べられたことに対して反発し、これが著作権侵害であると主張した。彼はこの行為を広告のトリックと称し、 自らの彫刻の完全性と意図した創造的な意味を変えてしまったと述べた。結局、恐れを知らぬ少女像は別の理由により2018年12月に移設された。ディモディカはこれまで彼の牛の彫刻を商業目的で利用した様々な団体に対して訴訟を起こした。2006年にウォルマートがリトグラフを販売したことや、 同年にノースフォーク銀行が全国テレビ CM にこの彫刻を使ったこと2009年にランダムハウスがリーマンブラザーズの凋落を記述した本の表紙に彫刻の画像を利用したことを問題とした。これらの訴訟は最終的に和解に至った。全米で2番目の大きさを持つ打ち出しの道による像であるポートランディアは制作者がその著作権を厳しく保護している。 レイモンド・カスキーは、はがき、T シャツや、その他の商業的メディアやオブジェにより、この彫刻の絵画的表現を利用しようと計画した、あらゆる人を提訴し脅かした。ポートランドを拠点とするローレル・ウッド・パブ・ブルワリーは、2012年に、ビールのラベルに彫刻の画像を使用したとして訴えられ、カスキーと現金による和解をした。シカゴのクラウド・ゲートの彫刻は、 公共の公園に設置されていながらも芸術家アニッシュカプーアが著作権を有しており弁護士のヘンリー・クレーマンはシカゴ氏はこの豆のような形の彫刻の永久利用ライセンスを購入しているためシカゴ市のみが商用で利用できると述べたカプーアは2018年に全米ライフル協会が広告動画にこのパブリックアート作品を掲載したとして 侵害一件ごとに15万ドルを裁判所に提出された証拠に基づいて決めた件数で賠償を求める訴訟を起こした。NRA はその後彫刻の画像を広告から削除したがカプーアに支払いはせず訴訟は根拠のないものだと一周した。ベトナムの風景の自由は著作権法第25条で規定され、公に設置された造形美術、建築物や 応用美術の作品を、これらの作品のイメージを伝える目的での写真撮影とテレビ放送が許可されている。著作権で保護された作品の写り込みを心配せずに公共の場所で写真撮影ができる権利の及ぶ範囲は、その国により様々である。ほとんどの国においては立体作品で公共の場所で高級的に設置されるものだけに適用される。この 高級的は、通常、作品の自然な寿命の間を意味する。スイスでは、壁画や落書きなどの平面作品を撮影し、公開することは認められるが、元の作品と同じ目的で使用することはできない。多くの法律では、パブリックスペースと私有地についての扱いが異なる。オーストリアでは撮影者の位置は関係ないが、ドイツでは、 公共の場所から撮影された場合にのみ適用され、はしご、商台、飛行機などの設備の利用は認められない。特定の条件下で認められる範囲が私有地に広がることもある。例としては、一般入場可能な私有地の公園や入場が禁止されていない城が挙げられる。だたし、この場合、所有者が画像の商業的利用に関して料金を請求し規制する。 可能性がある。多くの東ヨーロッパ諸国では、著作権法により、画像の利用を非商用目的に制限している。また、公共の場所の定義にも国別の特有の違いがある。ほとんどの国では、これには、屋外の場所であることが条件となるが、国によっては、公立の美術館などの屋内が含まれることもある。ありがとうございます。